せーの、キャバのオーレしげゆげ我々キャバナオレは、まあ、簡単に言ったら毎日同じことを繰り返して、まあ、1ヶ月でどこまでの成果を出せるかっていうチャレンジをそれぞれやってるんですけど、私がチャレンジするのはお腹痩せ痩せチャレンジ。ちょっと私この下にはもうすんごいお腹が隠れておりましてですね、散々キャバナオレのみんなから痩せろ痩せろと言われ続けておりました。今回は1ヶ月ウエストと体重の数字をもとにどこまで痩せれるかっていうチャレンジをしていきたいと思います。頑張れー。ありがとう。マイナス何キロ、どんだけいけるのかな。キロ、2キロ、3キロ、3キロ、4キロ、5キロ、5キロ、5キロいったらすごいよな。いや、もう絶対4目標に3狙い。48キロ。今50キロぐらい痩せなあかんの。何キロやと思ってるの。怖っ。さすがに68はないで。早速計測に参りたいと思います。あー恥ずかしいな、もう全世界にこのデブッチを。じゃあ着替えてください。あー、はい。早い早い。やばっ。えぐいなぁ。いきます。あーギリギリギリ。危ねえ。53は乗ったらやばそうやった。眼球グリグリ。角膜ペリペリじゃん。というわけで1ヶ月終了いたしましたので結果を発表いたします。はい、お願いします。お腹周りはメジャーが家になかったんで毛糸で測ってたんですけど、それは写真でお見せしますね。はい、おー、こんな感じです。すごいね。ダダダダダダってちゃんと右肩上がりやろ。で、体重の方ここで発表させてもらいます。お、はい、まず1日目、体重が 52.9kg でした。はい。で、まあ、みんなに言われたのは 49.9 になったら成功。確かに。ということで1ヶ月後の体重、ドルル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 おぉ、いっと、いきました。余裕やん。数字で言うとマイナス 3.7 キロしました。すごっ。ほぼ4キロ。すごっ。すごくない？ 1 ヶ月で。あかんダイエットなんじゃん。びっくりしてるけど全然大丈夫なダイエットでした。お腹周りの写真はこちらになっております。1日目がこっち、1ヶ月後がこっち、というわけでございます。すごいわ。やるやん。これからちょっと続けていけたらなと思って、すごいじゃん。はい。もう嫌。やってへんな。毎日インスタの方にアップさせてもらってたんで、もし気になる方いたらキャバナオレのインスタの方に見に行ってみてください。TikTok もフォローしてください。ムーのお願いします。はい、というわけでムーの1ヶ月チャレンジ始まりました。はい、早速本日1日目の朝でございます。実際やっていくことを今から喋っていくんですけど、簡単に3つの項目に分けて考えました。1個目が運動、2個目が食事、3個目が、まあ、その他っていう分類でまとめさせてもらってるんで、1個ずつ噛み砕いて喋っていきますね。
で今言った大きく分けた運動、食事、その他の項目を意識しながら1ヶ月間チャレンジしていこうと思います。で早速1日目の運動をねやっていこうかなって思ってるんで、もう久々だしたわ、このヨガマットとこのコロコロ、ずっとね押し入れの奥底に隠れてたこいつらを引っ張り出してきたんで、早速やっていこうと思います。ということで1日目の筋トレが終わりました。衰えすぎてる体が、もう怖い、もうなんか途中で全然無理で一回勝手に休憩したりしてやっちゃったまあでもこんな感じで背中とお腹周りの筋トレをして、この後有酸素もしてっていうのを毎日欠かさずやっていこうと思います。キープ意識朦朧、意識朦朧、こいつをなくすために私はこれから戦おうと思います。あーこれからこんな毎日は、まあゆらちゃんもやってましたし頑張ってやっていこうかなって思います。あーこんにちは。で1ヶ月チャレンジ1週間経過しました。まあなんか1週間やってみて今のところは全然苦しくもなく楽しんでやってます1日目も言ってたと思うんですけど、食事と運動っていうところで、有酸素運動がなんか家でいっぱい動く気にならないことに気づいたんで、通勤とかまあの時に歩いて行き帰り行くようにしてますかな。で食事は基本的に朝お米を取るようにしてて、で昼夜にまあサラダだったりとかスープだけだったりとかを食べてます。でまあ水を毎日いっぱい飲むっていうのも継続してて、それこそ今生理前なんですけど、今回全然腹荒れしてないですね。でなんかここ最近は朝晩寒いんで左右にするとかして、なんかモデルかなみたいな、スーパーモデルかな、パリコレでも歩くんかなみたいな感じの生活してます。というわけで1週間目こんな感じで過ごしておりますので、またどっかでタイミングがあったら動画回そうと思います。ただいま帰りましたよーっと、三脚三脚、はい三脚はい、ということで本日14日目になります。もう2週間経った、早っ。いろいろ引き続き運動と食事を意識しながら過ごしているんですけれども、極度に減らしすぎて、あの運費がちょっと運費が出なくなりまして、まあそらね、お腹に入ってなかったら出るもん出ないじゃないですか。で、まあ、うんちが出ないと出すべきものっていうのが全然出してもらわれへんから、まあ、逆に良くないよなっていうので、意識したご飯を食べるようにっていうので、量はあんまり増やしてないけど、まあ、具材にこだわって食べるようになりました。昨日ね、生理になったんですよ。で、生理になったら、ガクンって体重が落ちて、52.9 やったから、2.3 か 2.4 ぐらい。落ちました。おお、すごいやん、イエーイ、みんなイエーイ、ハイタッチイエーイ。一旦14日目の現状はそんな感じでございます。まあまあ落ち着いて。はい、ということで残り10日となりました。ここまで20日経過してるんですけれども、まあ、なんかなんだかんだ楽しくはない。何がって毎日筋トレをするってこと。もうね、
継続力もなければ社会人になってから自分のためにトレーニングしようとかそんなことしてこなかったわけですよ。だからある日突然はい1ヶ月企画で筋トレしてくださいねってなってもうとてもめんどくさい割と苦痛じゃあねまたねまた数日後ねじゃあねはいということで私の1ヶ月お腹痩せ痩せチャレンジ終了しましたイエイ皆様こちらの動画いかがでしたでしょうか。なんかもう全然ね知識もない中で進めていったのもあってなかなか参考にはならなかったかもしれないんですけどもし一緒に頑張ろうって思ってくれた人がいたら嬉しいなって思います。今回はまあお腹痩せしていったんですけれどもまだね腹筋がこう縦線が入るとか割れるとかはできてないからそんなこともやってみたいし今なんかダイエット企画に感化された勇気と悲鳴と足痩せ対決をしよう動画外で言っててでそんなんもやっていきたいから TikTok の方でその様子も載せていけたらなって思ってるんでよかったらそちらの方もチェックをしてくれたら嬉しいですということでこちらの動画むよく頑張ったやんやるやんって思ってくれた人はグッドボタンこれからもムーのダイエット応援するねって思ってくれた人はチャンネル登録お願いします。それじゃあまた次の動画でバイバーイ。